残念ながら、うん、もう SNS とかがある以上はもう他人を信用しない、そして性善説はもう虚構だということを肝に銘じて生きるしかないと思っていて、で生きにくそうとかよく言われるんですよ、はい、なんか人を悪く言うなんてって言われるけど、うん、実際怖い思いをしたことのないモブがそんな気持ち分かるわけないんですよ同期がね、前職の自宅のポストにね、実家に直接プレゼントが入ってたり、最寄りの駅学校で待たれてたり、私はそこまではなかったけど、どこどこ住んでますよねとか、何々学校ですよね、公表してないのに、うん、で握手会で直接言われる経験してみてくださいよと、うんうん、もう怖いつ犯罪に遭ってしまうんだろうっていう恐怖、そうですよね、もう分かりますか、絶対分かりません、うん、経験した人しか、うん、なので残念ながらモラルとか、まあ、法令遵守の精神じゃない人もいれば、うん、まあ、歪んだ愛の人もいるので、もうこれはもう空振りを恐れず最大限に警戒するしかない、もう私は人間なんて絶対に信じない今の話聞いてて